皆さまこんにちは本年度第五回目ビヨンド AI 研究推進機構サイエンスカフェへようこそ私は今回司会進行を務めます科学コミュニケーターの本間秀友と申しますどうぞよろしくお願いします今回は、えー、東京大学素粒子国際研究センター教授の田中純一先生にお話を伺います田中先生はビヨンド AI 研究推進機構で AI の基盤技術の研究やその他の学術領域との融合によって 新たな学術分野の創出を目指す基礎研究の研究リーダーをされています。田中先生、今回はどうぞよろしくお願いします。こちらが今回のサイエンスカフェのポスターとなります。どうやって素粒子を作ってみるかというタイトルからは、田中先生が素粒子を実際に作ってそれを観測するということをやってらっしゃる方なのかなと思います。それでは田中先生にご自身の研究につきましてお話を伺えたらと思います。 田中先生、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃ、えっと。まあ、私の、まあ、やってる研究というものを、まあ、紹介したいと思います。で、まあ、今日のテーマですけど、まあ、どうやって素粒子を作ってみるかということですけど。まあ、僕のやってる研究というのは、まあ、一言で言うと、まあ、とてもとても大きなスケールの。まあ、国際実験、あ共同実験というのをやっています。で、具体的な名前を言うと、まあ、アトラスという実験をやっています。はい。今日は、まあ、このアトラスという実験を中心に、まあ、私の、まあ、研究を、まあ、紹介したいと。 <あ>思いますまずまあここに、えー、と5つの写真というか画像を載せましたが、まあ、これがまあ先ほど言った大きな大きなスケールといったこのスケール感を表,表しています、はい、で左のまあ2つがまあこのあ実験ですね実験の施設を表していて、はい、上がまあ加速あ検出器で、まあ、下がまあ加速器ですねこれ後でちょっと説明します、はいはい、で右がまあコラボレーター共同研究者の全、まあ、写真でありこ,これでも一部なんですけど、うん、まあ大きさ で左のまあ右下の2つがまあコンピューターですね、我々の研究ではまあたくさんの計算機を使うので、それを示した絵となります。はい、で、これをき今日は説明していきたいと考えております、はい、よろしくお願いします、はい、でまずま、そもそも素流ス研究というのは何かということなので、どう思われる方もいらっしゃると思うので、まずまあこれを簡単に説明していきたいと思います。はいはい で、まあ、もっと、まあ、あの、あの、物理学っていうことから説明しますと、まあ、物理学っていうのは、あの、まあ、文字っていうか、言葉。としては、まあ、この、この宇宙ですね。この世界、宇宙にある。まあ、ものの断りを、まあ、探求する学問だと言えると思います。で、まあ、物理学っていうのは、実は、こう、理論っていうか、まあ、数学だけのイメージが、をされてる方もいらっしゃると思いますが。やはり、こう、ものの断りっていうことなので、まあ、自然というか、宇宙を相手にするというような学問なので、やはり実験も。 非常に大だから理論から数式からも攻めるし実験からも攻めるそういった学問です。うんはい、で僕がやってる研究というのはあのあの実験という分野になります。はい でまずその理論的な話からし,しますと、まあ、この宇宙という、まあ、世界というのはある規則法則に従って、まあ、物事がまあ動いてるとまあ我々は信じてると <laughs> 信じない人もいるかもしれないですけど、まあ、そう考えています <laughs> でそういう意味でここに、まあ、一番有名なって言ってもいいあの例を挙げますとやはりこうニュートンさんが、まあ、300年か400年ぐらい前にこう考えたわけですね。あの地地球球にあるるるリンゴがが落ちる現象との周りをまあ月が回ってる この現象を一つの方程,方程式で表そうと彼は考えたわけですね。で実際に彼は成功して、いわゆる F=MA という、まあ、高校の物理を習うああいう法則を見つけたと。で、その法則を使うことによって、まあ、これだけではなくて、一般に力学と言われるものはそれで説明できるわけですね。そうういいった法則を見つけるとののが、まあ、物理の うん、究極の目目標ということの目的になります宇宙で何が働いてるのかっていう法則を見つけるのが物理の究極その中でも我々こう素粒子という研,あの研究っていうのは何かっていうと最ももうこ,うあのこんなあのあのものリンゴとかそういうものじゃなくてそのリンゴの中をこう詳しく見ていった時にもっともっと小さいものがあるんですけどそういったその素粒子といわれる小さい粒をのの、はい を支配しているその法則を見つ,、うん、見つければ、うん、もうこのあの地球にあるあらゆる大きなものも説明できるのではないのかというこうあのそういう夢を描いて、うん、まずはこの究極のあの根本的な粒子に働いている法則を見つけて、うん、見つけるというのがまあそれうちのまあ研究ということで我々という大きなものを知るためにはそ,<う>それを支えている小さなものを知ればいいそうそうで,、はい、でその、えー、法則を見つける。 というのが、まあ、素粒子の研究ということになります。はい、で、えーとまあ、じゃあ素粒子って、まあ、あの <laughs> 小さい小さいって言ってるんですけど、<laughs> じゃあ何だっていうことで、それを簡単に、えー、と表したのがこ,かかこれになりますね。<laughs> で、えーとまあ、例えば水,水分子を、まあ、例にとって、まあこ、これ、水分子が一番左にありますね。これが,が,、ね、が H2O ということで。 まあ真ん中に、o、酸素ががあっててくっついてる、まあ、これ多分高校とかで習うような分子ですね。はい、でそれをもっともっと覗き込むと原子というものが見えてあのこのえと酸素原子には実は真ん中に何かあってその周りに電子が回ってるそういった病像が見えるということになります。うんはい、でこれでもまだあの人間はあの飽き足らずというかもっともっと,もっと詳しくあの調べて実はこの真ん中にある まあ原子核というものがあ、まああったと、これも見つけたと。うんはい、で、この原子核も実は素粒子ではなかったと、はもっともっと見ると。<laughs> その、それ、原子核も、えっ、ー、と陽子と中性子からなっていると。はい。いうことになります。で、多分ある一定の時期は、これが、まあ素粒子だと思ってた時期もあると思うんですけど。うんはい、実際、我々、現在の素,素粒子物理学では、この、えっ、ー、と陽子や、えっ、ー、と中性中性子というものも、実は素粒子ではなくて。 これもクックウォークと言われている、うん、えっと今の言う素粒子でえっ、ー、と成り立っているできているものだという理解になっています。で、そういった意味でこうどん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 細かく見て、で、そのそれ以上分けることができない、それがえっ、ー、と素粒子というものです。うん、だからこれあの分けることができないということは、うん あの逆に言うと逆にというか今後例えば100年後、はい、あのもっともっと物理,が物理学あるいは実験が進展して、はい、あのこの中に構造が見えた場合は今我々が素粒子って言ってるものは実は素粒子ではなくなってしまうわけですよね。素粒子っていうものが見つかったよっていうんじゃなくて、はい、今の時代でこれのっルールあの、はい、法則を見つけることによってあれなんかこの中に構造があるんじゃないのかなって思うと。<laughs> まだからちょっとこうこの原子 <laughs> と比較隠しっていうのはどんどん中を見よう中を見ようって思ったその歴史的な歴史的にだから左から歴史が右へ進んだということで、うん、もっと先があるのか実はここでストップしているのかというのはまあそこは分からないということで<ー>今はこのクォークやまあ電子も素粒子なんですけどあ、はい、まあ電子クォークというものを つくつかさどっているそういった法則をあの研究しているということになります。うん、はい。なるほど。でえっとまあそのこの素粒子というものをまああの記述するあのあの法則で我々人類が今まで検証したあのチェックしたもので一番こう最高のあの理論がいわゆるこう標準模型といわれるものです。うん、で標準模型の中には実は素粒子っていうのは えっと先ほどちょっとあのこのこちらで見せたのはえっと U U というコークと D というコックで電子ということですけど実はもう少しえっと要素があって合計えっと十七個の粒子があります十七個はいでこれがえっと現現在の素粒子ですね、はい、でこのえっと素粒子を使って我々が行っている実験のほとんどのことがきちんと説明できますそういう意味であの。 これが我々が、えー、とあの検証、理論としてもちゃんと構築して、かつ、えー、と実験としても検証した、まあ、最高の理論モデルということになります。なるほど私たちは今、はいえと、調べられる宇宙の法則はこの17個の粒子を使って大体いい説明できるそうですね。 ヒッグスという粒子は実はえと10約10年前ですね10年前に2012年にえと見つけたものでこのヒッグスをえと見つけることによってまあ素粒子は全部揃ったとつまりえと標準模型でえと考えていた素粒子はえと人類は全て見つけたと今そういったえと状況にいますでところがですねさっき「大体」って言ってましたよね「はい、大体」っていうのは本当に大体でだどのぐらい大体かっていうと、はい、結構衝撃を受けるかもしれないんですけどあの 宇宙はほとんど説明できないんですよね。残念ながら。でんでかというとこれあのでじゃあどんなものがあるかというと、うん、あのここに円形のグラフがありますが,ありますがこの標準模型標準理論で説明できる物質というのはたった5%なわけですね。<あ>はい、全体宇宙にある もので5%はい。でそれがダメかっていうとそうじゃなくて地球我々っていうのは基本的には、えー、と陽子とか中性子あるいは電子でできてるので OK、うんうん、なわけですよねここの中に含まれてる、ね、の物質の中に入ってる。<laughs> てるでここにあるあ,のあらゆるものがこの中に入っているっていう意味では OK です、うんうん、ただし、えー、とよくよく観測宇宙の天体の動きを観測すると実は暗黒物質あるいは暗黒エネ,エネルギーと。 いうものが存在するということを分かっていて、これがえっと実は宇宙の95%を占めるということで、まあこういったものをまあ見つけなきゃいけないあの解明しなきゃいけないといそういったえっと状況にあります。うん、そうですね。はい、この95%についてはまだ素粒子で説明することはできてない。そうですね。もちろんこの中に何か候補がいるのかなということを考えたこともありますで。このニュートリノっていうのがそうなんですね。うん、ニュートリノというのは 一応、ずっとあの何十年か前は暗黒物質の候補なのかなと思ってたんですけど、まあ、そうではないというのは今分かっていて<ー>やはりこう新しいこの17個の以外にえ暗黒物質のまあ粒子を探すということが今の最先端の実験ではやられています。いだねは で我々この僕がやってるそのアトラスという実験もこの暗黒物質を探そうということで実験をやっている。でまあそうですねこの知らないのにでなんでこの暗黒物質暗黒エネルギーが、まあ、あるんだけど実はさっき言ったように説明できないなんかちょっとこう、はい、矛盾がありますよね。 そうですね。すねあの、あるっ言ってんのになる、ね、何が分かっているのに、説明できないんだよって、なんかすごくもどかしいような。そうなんですよね。で、これは、えっと、簡単に言うと、例えば、で、静電気。電気と電子の関係と一緒で、はい、おそらく。数百年前の人は、静電気っていうものは、あの。自分で感じるので、こういう、こういう現象があるっていうのは、知ってたと思うんですけど。はい、うん。その正体っていうのは、知らないわけですよね、はい。あ、なんでパチンとなるのかっていうのは、<う>正体はわからないそうです。で、それと一緒で、実は、宇宙を見ると。 宇宙の天体の動き、えーはい、から見ると何かものがあるっていうのが分かるんですよね。うんだけど、はい、それが何かっていうのは分かってないわです、ね、だから暗黒っていう名前をつけて探しているという状況になります。暗黒っていうのは黒いっていう意味じゃなくてよく分からない、はい、正体からそうですねそういう意味でも、はい、ついてると思います。うんはい、で、えっとまあ、先ほど一番初めに見せた写真に戻ってこれどうやって、まあ、実験をやってるかっていうことを、まあ、説明していきたいと思います。はい でまず実験でということで、まあ、あの今回のテーマの一つで僕はソリュシを見るだけじゃなくてソ粒子シを作るということもやっていると言いました、はい、でそれはどうやってやっているかということを、まあ、簡単に説明していきたいと思います。ソリュシというのは小さいので単純に言うと虫,、ま、虫眼鏡や顕微鏡を使って見ればいいじゃないかと思うんだけどう、まあ、そう単純ではなくて <laughs> 実際にはですね、えー、とあるものもしこ,ここにですね、はい、あればそれでいいと思うんですよね。 だけど我々が見たい素粒子っていうのは実はまだないというかそのどういう生成された作ったとしてもすぐなくなってしまうというか<あ>そういったななんだけけど別に安定しているわけじゃないですよねあ我々の周りに素粒子がふわふわふわと漂ってるんじゃなくってんかいろんなものの中にさっきの。 図ですと原子核の中とか陽子の中とかそういうところに入っててその中を覗くっていうのはなかなか難しいなかなかできないということなんでえっとじゃあどうやってやるかということで顕微鏡とかそうじゃなくて加速器というものを使って実は作り出すんですねで。でどうやって作るかっていうのがえっとこの右にあるこの黒板のこれアインシュタインさんが書いたあの文字これ見つけた方程式ですけど E=MC という有名な方程式ですけどこれはエネルギーと質量の関係を表しています。 つまりエネルギーを、えー、と注入すれば、はい、もしそういった粒子が、えー、この自然で作られるという法則があるのであれば、うん、実はエネルギーを注入すればそこにあのその粒子ができるということになります。何でもできるわけじゃないですよちゃんとそういう素粒子があるということを、まあ、分かってるっていうかそう,そういう,あのどうんかその素粒子単体ではふわふわあの捕まえ あの素粒子単体ではふわふわと存在しているわけではないので捕まえるっていうことはできない,ないでもアインシュタインさんの式によるとそのエネルギーをバッと、はい、あの注入することができればそこから素粒子みたいなものがポンポンポンと届いてくるかもしれないそ,、ね、それを見ようということです,かそうですねはい。で ただし、えー、とここのリストにあってあのこの17個17個以外のものを作れたということはないのでやはりこ,うこの空間というかこの世界にこういった17個の、えー、と素粒子が作れるという性質を持っているわけですねで。それを我々人間が見つけたということにもなります。だからこの,この空間にそういった性質がある空間にエネルギーを中心すればこうそれに該当する素粒子を作ることができるということになります。なるほどだから当てずっぽうに例えば 全然違うあの重さの素粒子を作れるかというとそうではなくてやはりこの17個にある素粒子を作ることができるということになります。うんうん、で暗黒物質について言えば暗黒物質の,エネあの質量が分かればそ,のそれに該当するエネルギーをあーあの注入すればもしかするとできるかもしれない。だけど暗黒物質の質量は我々は実は知らないです。知らないです。なはい、からそういう意味では、えーとはい、探しているということになります。なるほど、はい でヒックスに関しても同じで実はヒックスを見つける前は知らなかったです、うん、ヒックスの質量はあだから、はい、ずっといろんなところを探索していってようやく見つけたということになりますいろんなエネルギーの大きさ小ささを注入しててヒックス粒子出てこないかなって探してた、はい、う簡単に言うとそういうことにな実験あの気の長いそういう意味では気の長い実験がう、ね、あのもう分かってるわけじゃないので我はこうやっぱりこう 未知ななるるもののをを探すとととといいううここやるのが実験にりんか膨大なリストの中に膨大なエネルギーっていうリストの中にちょん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 とそれを縛ってそ,、ね、それをしらみつぶしに探していくっていうようなすごい大きな,な話ですね。<laughs> では、えっとまあ、わ私が研究している実際のか施設についてお話したいと思います。 我々がの実験で使っているまあ加速器のまあ絵ですね。でこれラージハドロンコライダーと言われてて、はい、まあこの写真を見てわかりますようにこう円形になっています。はい。でこの加速器を使ってあの我々は実験を行っております。でこの加速器というのはえっと実はこのあのスイスのスイスにあるんですけど実はよくよく見るとこうスイスとえっとフランスの国境のまたがったところにある施設になります。はい、はい。で えこの写真のこの点々ですねこれがえっと国境を表していて、はい、ま,あまさにこう本当に国境の上でやってるような実験になります。 でこ,のこの大きさ、サイズ感としますと、あのこれ、えーとまあ、写真で見ると、このサイズ、すぐにわかりませんが、これ、周二27キロということで、うんえと、東京の山手線が35キロぐらいなので、まあ、そのサイズ感と大体いい一緒なサイズ感の加速器という、うんまあ、とても大きな加速器を使って、実験を行っています。大きいですね。はい。 でもう一個その実際にこの地上にあるんではなくてこれまあイ,メージイメージとして円形を描いてますが実際には地下にあって 100m のところでま実験を行っています。はいうん でこれが、えー、と使っている加速器の説明です。でこれでエネルギーを作り出すというものをやっています。はい、で次に、えー、とそれをで作った素粒子をどうやって見るかっていうのでアトラス検出器というものを使ってい,つくあの使っています。でこれは、えー、とこのスライドにありますように我々にとっては目になります。でこの目を使って、まあ、素粒子の現象を見るということをしています。うん、でこれもとても大きなもので、えー、この高さが2 2ル で幅が22メートル、はい、で長さが4 4ル重さ7000トンという、まあ、非常に巨大な、えっとえーまあ、検出機になります。はいはい、でこの、えー、と検出機の中央で陽子と陽子をあの先ほどあの見せた加速器で、はいえー、加速された陽子と陽子というものをもうこらあの衝突させてそこで起こった現象をこの検出機で見るということを行っています。左側に赤い の赤いイラストがあるんですけど、そちらは人の大きさなんでしょうか。そうですね。これが人の大きさになるんで、あ<ー>まあ非常に大きなえっと岩石ということがわかると思います。<ー>で、こういっただからまあちょっとあのこうへ矛盾が起こってて、まあ非常に小さいものを見るんだけど、<laughs> それを見るためにはこんなにまあ大きなものが必要だということが、はい、まあちょっと分かってもらえると,うん、うん、ということになりますね。そうですね。はい、スケールがでかい、はい、<laughs> スケールがでかい実験をやってます。 でえっとまあ、じこのイメージのでしたが、まあ、実際の写真がこれで、えっと、このえ横にある円盤の検出器がこれに当たります、うん、これ非常に大きなもので下に人がいるということで、うんまあ、こういった、えっと、実際に検出器を作って、えーまあ、置いてで実験をやるというのが我々の研究になります。はいはい 次は、えー、とじゃあどのぐらいの能力見る能力があるかということですけど、えーとまあ、デ,ジデジタルカメラに例えると分かりやすいと思うんですけど、はい、センサー数でいうと1億6千万 1>, <laughs> 1億超えるんですねそうですね1億超えますねでそういったセンサー数で、えー、とあの中央から生じてくる現象を捉えるうん、うん、ということをやっています、うんはい、で,でその、えー、と現象を、まあ、ここ今はもうちょっと写真しか見ててないのでちょっとイメージし,しづらいと思うので、はい、実際にど,どうやって、えー、とどんなことがあの 起こっているのかということをあの映像の方でえっと見せたいと思います。はい、これがえっとまあ動画になって今えっと陽子というものがえっとどんどん加速されている様子を表しています、はい。光ってるのは陽子。そうですね。はい、で今これ加速器のあのトンネルの中に入ってはいこのあの青いパイプの中に陽子をがありますでこれ加速されて加速されて今えっとはい。 これが陽子で、陽子になります。これ、陽子のイメージ図で、陽子はさあの U と U と D なんで3つあの中に点がありますけど、<ー>はい、で、向こうから来た陽子と、はい、この検出器の真ん中、ど真ん中でガツンとぶつけます。<あ>で、ここで運が良ければ、ヒグストとかができると。で、この,<ー>あのち散らばった粒子をあの先ほど言った検出器、デジタルカメラで捉えることによって、 あの現象を捉えている。で、これが一枚の写真になります。はい。この黄色に光っているのが写真になる。そうですね。これがいわゆる、はい、データにな、るので、このき、あの、はい。で、この一枚一枚を撮ったものを、まあ、コンピューターで。あの、いろいろ計算して。で、それを、まあ、研究に使うということをやっています。はい。はい、で。 まあこの実験なんですけど決して僕一人というか東京大学例えば東京大学一つのグループでやってるわけじゃなくてやはりこうたくさんの人で世界中のたくさんの研究者が集まってやってる実験でこれがその全員ではないんですけどアトラスの共同研,研究者が集まって。 一緒に撮った写真あれになります。うん、で具体的にはえっと42カ国181大学研究機関の、えー、から人が集まってえっと全体としては3000人ぐらいの規模でえっとじ、えー、研究を行っております。はい。で日本からはえっと13の大学け機関が集まって約100 140人の研究者がとあとまあ大学院生も含めてですけど<あ>えっとがまあ参加して、えっと、日々研究を行っているということになります。大所帯ですね。そうですね。大所帯です。<laughs> はい。 まあだからこそできるんですけどね。どはい、決して多分一チームでワンチームでできるわけじゃなくて、まあこういった大きなあの組織でまあやってやろうということで実験をやっていると。るそういった実研究になります。はい、はい。ありがとうございます。田中先生、大変スケールの大きなお話でございました。あのソリュっていうとすごく小さなイメージがあったんですけど、そ,はい、それを調べるためにこんなに大変なあのスケールの実験装置、人 そういうものを用意してやっていらっしゃるっていうのはすごく刺激のあるお話でしたありがとうございました田中先生は素粒子の研究において特に実験の分野で活躍されている方だということがわかりました次にそんな田中先生に寄せられた質問についてお答えいただきたいと思います今回の素粒子をどうやって作ってみるかというテーマに対して 高校生から3つほど質問をいただいておりますのでそちらに田中先生にお答えいただきたいと思います、はい、まずは高校1年生から一つ目の質問アトラス検出器について詳しく教えていただきたいですという質問が来ています先ほどの研究紹介でも出ていましたが、はい、アトラス検出器というのは一体どのようなものなんでしょうかそうですねまあ、えっ、ー、と。 実際にはまあそのここに持ってきて、まあ、説明できるといいですが <laughs> そうはいかないぐらいでかいということで、はい、私の同僚が撮った画像を見せたいと思います、はい、でここではその検出機の原理というものはやはりこう少しちょっと専門知識がいるので、まあ、この映像を見ることによってこのスケール感あるいはどんなものかというのをまあ一部垣間見てくれたらと思ってあの見ていただ、はいいただきたいと思いますそれは楽しみです。はい でこれえっと360度動画になっています。で、えっとえっと、じゃあ、スタートします。で、地上、これ、地上で、今からえっと地下100メートル降りていきます。はい、で、この,あの実験の現場っていうのは一、一応、一応、っていうかださですけど、まあ、セキュリティを一応、あのうん、しっかりしているということで、これ、交際、はい、ですね、交際の認証を受けて、だから、許可された人しか、まあ、この施設には行けないということなになっています、うんで。もちろんその実験やってる時はいるるはわゆるあの 放射線も出るので、入ることはできません。はい、今はこれ、今言ってるのはもちろんその実験やってないからで、はい、今エレベーターを使って地下100メートルに行きました。はい、で、こういうふうにコンクリートに覆われたあの通路を通って、で、えー、今、実験、この向こうですね、この壁の向こうに実はアトラス、潜水があります。<ー>はい。こういうトンネルがあるすね。<laughs> トンネルがありますね。はい。 でですね、入ったらあのイメージの図が見えるかっていうと、はい、非常に狭いところにでかいものをこう置いてるので、はい、こうなんか何もななんかあるなっていうのしか実はわからないかもしれないんですけど、ただそのスケール感っていうのを見ていただきたいと思います。あ、でもこの銀色の壁の向こうにあるとかこの銀色が鉛石です。あ、そうなんですか。<laughs> これあの一,一番外のなった円盤になります。はい。はい、これけんまさに鉛石です。 だからもうほんと左側が壁なので、はい、あの本当にすぐそばに原石があるというかぴったり入っているような<ー>そんなサイズ感になります。で今ちょうど真ん中よりちょっと上に行ってた高さでいうと真ん中よりちょっと上に行って今度長い方の,あのところに行って右に曲がってでこの長い方に今向かってて。 今ちょっとあのメンテナンスをしているのでケンスキ開けてるんですけど、はい、先ほどあの写真で見せましたね、円盤がここですあの円、はい、これがあの大きなあの日本グループが作った円盤になります。うん、で、こういった規模感ですね。で上、上上を見るとこうあのこっから部品<ー>部品というケンスキーをおろ実際に下ろしてこの中で組み立てたって。こうなんか。 あ,のありますね、あのワインの中にこう船を作るようにし、はい、ああいう感じのイメージをしていただけると、るど地上で作って、下ろして、はい、最後は組み立てたというような感じで,です、ね、<laughs> 非常に大きな建築になります。少しはい、えー、と言いますとす ちょっと移動中になりますが、まあこれあのこういったあの大きな建築を使って我々は実験しているということになります。はいはい、大きいと移動も大変ですね。移動も大変ですし、まあメンテナンスも大変なんですけど、はい、ただえっ、ー、とじゃあ単純に言うとまあもしかすると小さくすればいいんじゃないかと思うかもしれないんだけど、はい、それはなかなか難しくてこの粒子素粒子を捕まえる粒子を捕まえるっていうのにも実は物理学あの物理の,あの法則を使っているので、はい、あのそんなに単純ではないんですよね。はい、例えば電子を あの,のエネルギーを測るためにはやっぱりそれだけ電子を最終的には止めなきゃいけないんですね。はい。その止めるためにはある程度検出器の厚さがいるんですね。うん,うん。そういう意味でそこはあの何かなかなかあのどうどうやあの技術の確信があるとかじゃなくてあの難しいところでやっぱサイズ感というのはなかなか変えることはできない,といううな。なはい、今のサイズで初めて電子を止めて検出するそうです、ね、見るっていうことができる。できます。はい。でこれ今ちょうどち地下に降りたところです。 一,一番下ですね、地下というか、はい、1階に降りたところで、検出器の下側という、そう下側ですね、それを上下からのぞくとこんな感じで、あのまさにあの大きい円盤が見えるという,うことになります。こういった検出を使って、われわれは実験しているということになります。次にこここれれははどこへ行くんですか 少しずつ上っていってくれるんですけどはい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 いろんな配線がありますね <laughs> す配線はすごいですけどねはい検出器の中ということですけど、はい、デジカメの画素みたいなものがここにいっぱいあるっていうことでしょうか<が>先ほどデジカメのそう、ね、けどあのまあ検出器の処理によるんですけど、まあ、実際に画素みたいなあの本当にまさにデジカメで使っているようなテクノロジーを使っている検出器もあれば まあとか、まあ、光あのエネルギーを捉えるためにはあのどういったらいいんですかねプラスチックみたいな物質を使ってそこでえっと光をあの生み出してそのエネルギーを測るというようなことをやっています<ー>、はい、それはえっと粒子それぞれによってあの特徴粒子の特徴を使って検出器をあの作っています17種類もあるからいろんな検出器を捉えるための目が必要になってくるってう、ね、あそうですね ただえー、と少しあのそこはちょっと違ってて実は素粒子そのものを見てるわけじゃないんです、はい、素粒子で見てるのは実は、えー、と電子と、えー、ミュウオンといわれるものであとは素粒子からできた粒子を見てます <laughs> <laughs> そこがちょっと違っあの素粒子っていうのはできた瞬間ほぼほぼ瞬間に壊れると思ってくださいあの、はい、崩壊していくんですよだから、はい、ヒックスができてもヒックスをこの検出器で見てるんじゃなくてヒックスから生まれた粒子を見てるんですねへえ<ー>、はい あじゃあえっと、素粒子そのものが検出器にボーンって当たるんじゃなくてな素粒子がまたその素粒子の特徴のあるあのものを生んで、はいはい、それを見てるそうですそうですだからそ<の><ン>見られたその特徴のパターンからあもともとはヒックスだったんじゃないかみたいなはいまさにその通りですなるほどはいで今先ほど下下から上っ徐々に上っていくともうあの上に到達するということでこれ一番検出器の一番上に来た 今上がっているところですね最終の階段を上がって、はいはい、これがけんの上から眺めたあれですけど今上一番上にきましたね<れ>下にすべてのけんがあるというような状態になります、はいはい、で上を覗くとまたシャフトが見えるとうーん、はい、これ百1 0 0ルですねはいこ,ここからいろんな部品を入れて下で作ったということなんですね、はい、ありがとうございます 田中先生は特に、えー、実験をされている方だということが、えー、よくわかったんですけれども、えー、ここで少しですね先生自身のことをお,お伺いしたいなというふうに思います。えー、田中先生は特にえっ、ー、と面白いあるいは大変だというこの実験を通して感じたというところはありますでしょうか。はい、そうですねあの。 研究そあのそうです、ヒックスの発見というものを、まあ、僕,があの僕も、まあ、ヒックスの発見にあの貢献することができたんですけど、まあ、そういったこう大きなイベントというか発見とかそういう出来事だけではなくてやっぱり日々の研究の中でなんかこう新しい今度例えば暗黒物質を見つけるためにこんなアイデアをの研究をやったらいいんじゃないのかそういったその新しいことを考える、うん、あるいはものを僕の場合物を作るって言った場合検器の中でコンピューターに関係する。はい あの研究が多いんですけどそういったところでこれまでになかったというか従来はできなかったことをなんかこうやってみたいというアイデアを出してあの研究を進めるそういうその考えるということがやっぱり面白いなと思います。でまたその研究ののの中中日々の例えばデータ解析の中で あの、もやもやすることあるんですよね。見てて。<laughs> <laughs> で、そういった、あの、非常に些細なことなんですけど、はい、そのもやもやしたことが、やはり、こう。ちゃんと、自分の中で閉じて説明できる、その、あの、説明できる。そういった、あの、非常に些細なことでも、やっぱり。研究って面白いんだなと思うこともあって、<ー>やはり、そう、そういったところが、あの、僕自身が感じる。研究の面白さだと思います。うん、はい。なるほど。ありがとうございます。はい。そんな。 田中先生なぜ物理学者になろうと思ったんでしょうかそうですねそこはなかなかあれですけどあのもっともその小さい頃からやはりこう研究者になりたいなとは漠然とは思ってたと思うんですよね、はい、あの今振り返ってみると <laughs> はいでただ何、えっと、で物理かっていうとやはり一番の衝撃というか、まあ、あの思ったと時はやっぱり高校の物理ですね高校で物理をやってた時に、はい、ああ物理って面白いんだなと思いましたである先生がこう言ったんですね えとこれはあるあれですけどこれは物理のイコールなんだって言ったんですよ。物理のイコールそう、はい。物理のイコールなんだ。数学じゃないんだと。はい、っていうのがすごく心に残っただからその心に残ってますその言葉が。はい、つまりこれ何,何の時に説明したかっていうとさっきあの一番初めに見せた F イコール MA です。あニュートンの。あの時のこのイコールっていうのは物理のイコールだって言うんですよね。 人間が自然から見つけたイコールであって、数学から見つけたイコールじゃないんだと。つまり、力というと、はい、加速、加速の、との関係を。自然から見つけた物理のイコールなんだ。うん、だからは、あの、面白いんだと、いうことを、うん、まあ。その、<laughs> の言葉から学んであ、物理って面白いんだなっていうので。なんだろう大す一は二みたいな、そういうイコールじゃなくて。 自然界を見ることで F=MA、はい、あるいは E=MC 事情みたいなそ,そ,そういうイコールが見つかるのが物理のイコールそれがまさに我々は今,今見,つ見つけたそうですけ例えば標準模型のもっと新しいイコール方程式だと、はいうのがまあ面白いのかなということでどうもありがとうございました。 それでは2つ目の質問、に行きたいいと思います2つ目の質問リニアコライダーについて詳しくお教えていただきたいですという質問が来ています。リニアコライダーというのは難しそうな言葉に聞こえますが、どのようなものなんでしょうか、はいまあ、ちょっと説明的な、まあ、非常になんかマニアックな質問だなと思うんですけど、はい、あの先ほど説明したこの LHC、ラージハドロンコライダーというのは、この 円ですね円形のコライダーと言われるもので、はい、サーキュラーコライダーと言われててリニアーっていうのは、まあ、日本語で言うとまっすぐ直線っていうことなんで想像の通りこれは LHC っていうのは実はリニアーコライダーではありませんはい、はい、まあ見た目からも丸いので,、まあでね、丸いので <laughs> はいでじゃあリだそのなんであのその曲がったものを まっすぐにするのかということなんですけど、はい、実は、えー、電気をあの加速器っていうのは電気を持った粒子を電荷を持った粒子を回すことができるわけですね電を持っていななけければ回すすことはできないわけできわ、はい、だから電荷を持った粒子を回すってことは実はこれはもう物理で決まってるんですけど回すってことこはあの曲げななきゃいけないわけけわですよね、はい、曲げるときに残念なことに電荷を持った粒子っていうのはまっすぐな方向進んでる方向に、えー、と光を出すんですよ。はははいはいはい、はいはい ま、えっす、とはい、ぐ粒子が電荷を持った粒子が進もうとしているのを曲げようとすると、はい、自分が進んでいた方向に光を出すということは自分が持っていたエネルギーを光に出すということなので、うん、つまりいくらエネルギーをつあの注入してもある時点でこの失う方が多く,と多くなるとエネルギーを上げることができないわけです。るかというと、はい、我々は この空間にエネルギーを注入することによって粒子を作ったということなのでそのエネルギーが上げられなないってこととこはははやはり我々にとってはメデメリットなわけですよねあ<ー>あのエネルギーを上げられないイコール新しい重い粒子を作ることができないということなのでエネルギーっていうリストをしらみつぶしにし調べているのにある一定以上のエネルギーは作れなくなっちゃう,うっていうのが問題だと。はいはい、ということでじゃあどうすればいいのかっていうことなんですけどこの無駄なことを、えー、避けるには。 とといううここで人はこう考えたまっすぐにすればいい <laughs> 曲,げ曲げなきゃいいんじゃないかということで <laughs> えっすぐとあの加速して一度曲げずにガツンとぶつけるっていうのはすごくあのシンプルに聞こえますけど <laughs> これってあのた今までリニアコライダーっていうまっすぐなものにしない、ま、円形で大丈夫って言われてたのは どういったことが理由なんですか。そうですね。あの大丈夫っていうよりは、まあ、これまっすぐにぶつけるっていうことは、実はこのぶつかる瞬間っていうのは一度しかないわけですね。はい。だからこうまっすずっとあの加速していったものを、こうある意味こうパッと捨てなきゃいけないわけです。ぶつけて捨てなきゃいけないわけですね。はい。リニアあま円形っていうのは もう一回回っててきくれるわけですよ山手線の船みたいにずっと回ってきてくれるわけで通過するわけじゃないんでそういう意味で非常にたくさんの何回も何回も実験を行うっていう意味ではやはり回した方が効率がいいと,いとなるほど。だから今リニアコライダーっていう計画がありますけどやはりこう,こういったまっすぐにぶつけて一回しか一度限りしかない実験衝突を精度よく できるっていうのがやはりもう技術の進歩だと思います、うんはい、でそういう技術の進歩があってこのリニアコライダーという今計画がやはりこう進んでるということになります。うん、はいなるほどそんなリニアコライダーですけれどもこれ実現するとより高いエネルギーが、えー、と作れる、はい、あの実験できるということだと思うんですけど、はい、それによって何が分かるとかどういう謎が解けるっていうのは、はい、あの目星目指しているものっていうのはあるんでしょうかはいまあ 素粒子の実験できるものっていうのは、まあ、同じあのリニアコライダーでやったからあの物理が変わるわけじゃないのでやはり目指すものは一緒なんですけど、うん、やはりこの例えばリニアコライダーちょっと少し書きましたけど実はエネルギーを上げるだけじゃなくてその測定する精度見る力っていうのもあの非常によくて、うん、あの僕がやってるアトラス実験に比べるといろんなものが。 えとまあ、例えば一桁ぐらい精詳しくはちょっと僕はあれですけど <laughs> あの極端に言うと10倍ぐらいとかそういう話になるのでやはりこうあるものを見たときに精度よく見えるってことは、えー、と精度よく見,見るってことは実はそこに隠れている例えばそ,こその見てるものに新しい新粒心が関わる現象が少しでも入ってたら、うん、その少しでも入っているあの違いをるあの違いを うん、見分けることができるんですよね。うんうん、そういう意味でリニアコライダーっていうのは、新しいこう。あの、て、あの、実験方法だと思います。あの、もちろん同じ加速器なんだけど、精度という意味では抜群に。ものですもしかしたら、今まで見逃してたものがあるかもしれない。そ,それを見つけられるかもしれない。はい、だから同じものを見てても、見る力が違う<ー>。ということになります。で、エネルギーの観点からすると。今、例えば、日本で考えている I. L. C. という国際リニアコライダーっていうのは。 僕がやってるアトラスに比べると低いかもしれないです。だけどこれ見ても分かりますようにこう拡張性があるわけですね。はい、円形というのは一回円作ると例えば山手線もっと大きくしてくださいって言うともう一回作んなきゃいけないわけですよね。だからこのリニアコライダーというのは原理的には例えばちょっと後ろに伸ばせばいいとか。掘っ,とった していたトンネルをもっと長く伸ばすそ。そか、単純にはですよ。はい、あるいはもっと性能のいい加,あの加速器を作るとか、そういった意味であのまあ融通が効くというか、<ー>未来がある、はい、実験だと施設だと思います。なるほど。はい、ありがとうございます。それでは三つ目の質問に移りたいと思います。スリュー氏はどうして球の形をしているのですかという質問が来ています。 <laughs> こちらなんですけれど確かにテレビや本などで素粒子が登場する時にボールのような球の形で登場するんですけどあれは本当なんですかこれはすごい <laughs> 質問だと思います。で本当かって言われると答えはわからないっていうのがあれですけど、はい、そういったあの状況ですね。だから僕自身もそううですけど素粒子を見たことはないっていうのが 本当のところです。だから、はい、実際に丸なのかって言われると、ちょっとお答えしかねるということになります。で、ただ理論の、例えば素粒子の理論体系の中で言いますと。えっと素粒子っていうのは、えっと、失点、点なんですね。だから、大きさのないものとして存在します。はい、あ、理論の中では、研究者は素粒子は大きさがない、はい、というふ組うみ、はい。はい。だから、あの、初め方に,に見せましたけど、実は素粒子の大きさ。電子の直径がいくらかっていうのはわかんない。 ん今のとかが測定することもできていないしっていう状況になります。はい。ただし、えっとこの,こ,の写真これ写真これあの酸化鉄をあの電子顕微鏡で撮った写真なんですけど、こういった、はい、まあこれまあ原子なんですけど、そういったものを見るとやはりこうあのイメージとしてはこう遠 ぽく見えません、球っぽく。三角とか四角ではないで、ね。で,ないですよね。だから、その、え球体っていうのは、悪くないイメージなのかなとは思いますね。うん、はい。ただ、先ほど言いましたように、あの、突き詰めて考えると、あの、理論からの、出発点から考えると、ただの点です。うん、あの、大きさのない点として、素粒子は記述できていると。はい。記述しているということになります。はい。はい、では、点を。 えと点というふうに考えながらだけどエネルギーを持っているから我々は検出器を使って見ることができる、はい、そうですねはいなんかなんかちょっとうございますその顕微鏡の写真三角鉄の顕微鏡の写真の隣にその原子の大きさというのがあるんですけれど、はいはい、これどういうことです,そうですねこあ これ原子はまあ酸化って、この絵でいうと原子、このこの外側を見ているようなイメージだと思いますね。原子、原子、あくまでも原子、あるいは分子というものを見ていると思うんですけど。はい、実は素粒子っていうのは、もっともっと小さいというお話をしたと思います。はい、つまり、えー、今電子顕微鏡を使っても、まあ。このぐらいしか見えないっていうのも、事実なんですけど、われわれの素粒子っていうのは、だから。非常に小さくて、例えば、この外側の輪っかというか、この。 酸化鉄のこの,この大きさを、例えば東京ドームぐらいの大きさだとすると。はい、この中央にある原子核っていうのは、実は一円玉ぐらいなんですね。ああそれぐらい素粒子っていうのは、小さい。だけど。その小さい、今言った一円玉っていうのを、あの。あの、それより小さいって。それ、す、一円玉だとは言ってないわけですね。<ー>はい、そうですね。<laughs> 原子核の中にも、先ほどのスライドでは。陽子とか中性子とかがいっぱい入ってて。はいはい、そその中に、さらに素粒子が入ってる、はい。だから。 かあの球体かって言われると <laughs>、まあ、分,か分からないというのが正しいのかもしれないですけど、うん、だけどイメージとしては、まあ、こうあの人間ってこう類推するっていうのができると思うんでやっぱりこう、はい、いろんなものを見ていくと、まあ、素粒子は丸いのかなということで丸く描いてるということになりますありがとうございます。はい、ただ下の方にもありますけれど紐理論とはそもそもひ点ではなく紐が素粒子とも書かれているんですねやっぱりこう 失点であるということは、あのいわゆるこう発散という数学流発散という問題が起こる起こることが分かってます。うん、で、はいえー、我々その素粒子の理論で使ってるあの理論あの理論体系ではこの発散発散を防いでます。防ぐことができて、いわゆる繰り込み理論くりこみ理論っていうのを使って発散を防ぐっていう方法であのその問題というのは回避しています。ところが、えー、と究極的には、えー、アインシュタイン さんが考えた一般相対性理論いいいうのを組み込まななきゃいけないわけわですね、はい、でそれを組み込むとまだこの逃げることができないまた発散の問題が起こるんじゃないかということでそれ,をそ,のそれを回避するために紐っていうのを考えた人がいるんですね<ー>だから素粒子を点じゃなくて一次,次元の紐紐として表現すると、はい、そういった理論体験もあります。はい、でそれを使うことによってまあ,あの物事をあの記述していくというような,なるほど はい、話になります、はい、素粒子を調べていって大きさを持たない点であるっていうふうなイメージでいろんな理論を作っていったらなんかそれだとやっぱり発散っていう数学的な問題が出てきてそれをあの誰かが考えた「繰り込み」っていう方法で、はいえっと、今までやってたけどさらに一般相対論も素粒子で説明しようとすると繰り込まないからそ、ね、じゃ紐っていうもので大きさを与えてんか回避できないかな最終的には 素粒子の,表あの場の理論というものとあの場の理論というか、えっと、量子力学と一般相対論を組み合わせて究極の理論を作りたいとだから今僕たちができていることは、えっと、量子力学と特殊相対論まで,です、ねはい、特殊相対論までは組み込んで場の理論っていうのはこれはオッケーなんです、はい、だけど一般相対論にすると <laughs> <laughs> そこははいこ,これからのまさにこれからの研究というか今 最先端の研究者たちは紐ではないかいやそうではないかですどうやって確かめたらいいかということをやってるかなり熱いだから想像を超えた話がたくさんあって例えばこの絵に見せますように紐とか考えるとこの世は四次元じゃなくてもっと次元があるんじゃないかそういった話も普通に語られる世界に。 ここには重力子は輪ゴムで書いてあって他のソリューションはなんかゴムひものように書かれてますけどこれどういうういい違を表したものなんですか、うん、あそうですすかそねこれはひも、えっと、理論の一つの模型なんですけど、まあ、重力子っていうのは、まあ、その模型の中では輪っか、うん、こう輪,輪ゴムのようで我々のさっき電子とかっていうのは実はその,あのこう端を持って あ,のある空間にこうへばりついてるような、うん、えあの方法で、えっと、素粒子をあの記述していますそういう記述で、まあ、うまくあの物事を説明しようということになってます。でこれを違いっていうのは実は重力っていうのは我々は非常に感じにくいわけですね。まあこうあのかあの,他の力に比べると非常に弱い力。 確かに重力で我々は地球に引っ張られてますけど磁石を近づけるとポンとこうくっつくのは結構重力より磁石の力のが圧倒的に強いわけですね。でそれを説明するのもうまくできてて実は重力っていうのは他の空間にいるから他の空間にも存在するからう他の時空ですね時空時にいるから電磁気力は 我々のの空空間間しかいない。いな重力は他の空間にもいる。だから全トータルでは同じ力のサイズかもしれないんだけど重力は他の空間にもいるので我々から見るとその重力が持ってる一部しか見てないそういった話もある<ー>だから小さく見えると重力は本当は同じなんですよ本当は同じなんだけど一部しか捉えてないから小さく感じてると。 <laughs> いう,ような話もあるとでそれもうまく説明できるとあ説明できるんですか <laughs> れはこれを説明は、まあ、ちょっと、ま、漫画ですけど説明できると。か一部しか重力は一部しか,か,んか感じてないからこそ電磁気力に比べると圧倒的に小さいんだという話に。なるほど重力子だけは我々の空間っていう灰色の面からほわほわ逃げたりくすいたりしてるんですか これからどういう研究がされて重力子がこう説明できるようになるのかすごくなんか夢があるというかなんかちょっとそれが分かった時私たちは空間っていうものをどう考えるようになるんでしょうかね <laughs> ちょっとそう量子力学でもちょっとなかなかこうイメージできないんで、うん、んこのレベルになるとまたますますイメージできなくなるのかなって思います。 最後にですね、素粒子の研究と AI の関係について質問したいと思います。素粒子の研究の現場ではどのように AI が利用されているのかお話しいただけますでしょうか。はい、あ、まあそうですね。あの我々まず実験ということなので、まあいろんなこう分析をするという意味で、まあ AI との相性がいいと。で、研究者、まあ他の分野もそうだと思うんですけど、やはりこうなんかもの、世の中に新しいテクノロジーが生まれたら。 はい、まあ使ってみよううと思わけです、ね <laughs> はい、でそういう意味では AI というのは我々の研究の中でもまあ使ってみようということでたくさんのところで実際に利用されています。はい、でまたそのこの AI ブーム今の AI ブームが始まった時にあのまあ言葉で聞いたことある方いらっしゃると思うんですけどビッグデータという言葉も一緒にはやったと思うんですね。ビッグデータがあるから AI もまあこう非常にこう,うまく学習できて、うん、いろんなあのこう新しいことができると。 いいう話があったと思まで素粒子の実はデータっていうのはあの先ほどこう見せたようにその非常に大きなデジタルカメラであのデータを取ってるということなので、はい、まさに実はビッグデータななわけなんですよんだからビッグデータ AI、まあ、素粒子ということでまあうまくつながってないのかもしれないんだけどよくよく見るとだけどあのまとまり感がいいわけでねだからビッグデータを解析するためには AI を使って、まあ、新しい現象を見つけようとか。 そういうい話になじゃあ,なあの夢,夢だけ語ってるのかっていうとそうじゃなくて実際に使ってます <laughs> で、はい、まずそのビッグデータのお話からちょっとしたいと思います、はい、で、えー、とこれが、えー、と先ほど見せたこの,あの,かあの検出器の一部なんですけど実際データを取るとこんな感じですでこのこれはデータを取った時にこの緑のものは見えません緑のものは見えこれは人間が描いたものですあぶつかってそこからバーっといろんな、はい、そうです とこうう粒子が出てくるんですけどその緑はもちろん粒子なんですけど実際に検出器でこの緑がいきなり見えるわけじゃなくて、はい、このオレンジや黄色の点が見えます、はい、だから我々検出器のデータっていうのは粒子緑の,あの線が残した足跡だけしか見えないわけですよね。うん、あの検出器がある場所にポーンと点を置いていってくれるわけですそこに。はい、でそれをあのまあデータとして持っているということになります。うん、でこのの写真が実は我々の検出ではで あの実験では1秒間に4000万回あ、あ1秒間に4000万回この写真を撮れるれ撮撮、撮ります、はい <laughs> <laughs>、だからまさにビッグデータなんですね。はい、で実際にじゃあ4000万回保存できる今テクノロジーがあるかというとそれはなくてそのうちまあ4万分の1ぐらいにして1秒間に1回興味のある 1000, 1000枚の写真だけを実際にあの。 残します。四万分の一のプレミアデータだけ残す。<laughs> そうです、えー、はい、そういったことやります。はい、ちょっともったいない気もします。はい。そこはもう、あの、だから、そこ失敗許されないです。はい、もし、あの。残した千枚が、どうでもいいデータだったら、何も研究はすみません。だから、そうい、そういった研究も、我々の中ではやってます。われのグループではやってます。はい、はい。で、どのぐらいのサイズ感かって言いますと、えっと、これちょっと、見るの難しいかもしれないですけど。 えっと縦軸がえっとデータのまあサイズを表しています。まあいろんなあの大手の I. T. 企業の名前が出てますけど、もうそういった会社が持ってる。あのデータのサイズですね。うん、例えばこれアマゾンさんはこんなにデータを持っています。これちょっとね。五十万。万ペタバイト。<万>ペタバイトっていうのは、えっと千テラバイトなんで、まあテラっていうのはもしかしてご存知の方。今多分世の中に。 ね、あの電気屋さんに行くと多分テラっていうあのハードディスクを売ってると思うんで、それが 1000, 1000台ぐらい集まってのが11ですね。一ペタですね。はい、それがまたさらに50万。<laughs> そのぐらいアマゾンさんはデータをなんかかとか、例えばネットフリックスフリックスさんはこのぐらいとか、はい、ことなんで、でえー、とこの絵の中で実は LST というのはここに当たります。我々のアトラスというのはこのこ,こに当たってて、えー、とさっき言ったこう4万分の1のプレあの、 あの削減をしなければもっともっっととでかいデータになるあこの灰色の部分が削減しなかった場合のデータそう<ー>で実際には削減しているのでここになると緑色の,でこ,のこの辺りですね<ー>まあもちろんアマゾンさんにはあのだ、ま、負けてしまいますけど <laughs> まあ非常に大きなデータを扱っているとでこのデータを使って日々研究していると,、はい、ということになりますビッグデータなんですねそう本当に。当にビッグデータです このビッグデータからその自分の面白い、いや、自分ではないな、研究者らが面白いって思うものを取り出すっていうのは、やっぱり責任のあるといいますか、それでいて、なおかつ大変なんだろうなって、4万個調べて1個引き出す、4万個調べて1個引き出すっていうのは、人間がとてもじゃないけど、できそうにないっていう風に感じるんですけど、そこで AI が活躍するんですそ,うですそういうところでも AI を導入しようという。 あの動きというかそういう研究をやっている方もいらっしゃいますい現時点現状ではまださすがに AI そのものをその4その1の場所に使っているとはちょっと言い切れないんですけどあそ,うすそこは昔ながらの手法人間が今までつ、うん、あの培ってきた手法でやっていますでただしもちろんそこにも AI の波が押し寄せてて,て、はい、やはりそこにも AI を使おうというような研究も実際にやっています。うんはいで この取ったデータ、千枚の方ですね。はい、千枚の方に関しては非常に AI が使われています。<ー>残ったデータの方ですね。残ったものも実は残ったって言っても点なんですよ。これ。<laughs> あ、そうなんですね。はい、点なんでこの緑にしなきゃいけないやつ、緑の線に。で、緑の線にするためにはあの AI とまあ人間が従来やった方法二つあるわけですよね。はい、それをやってます。で、実際どあのこれを再構成と我々呼んでるんですけど、点から線あるいは塊にするということで。 はい、2>, で2つの大きなあのあの仕事があって1つはこうこの曲がった電荷を持った粒子っていうのは実は曲げて我々保存するのでこう磁場で曲げてるんですねうん、うん、この軌跡を点からこの線を曲線を、えー、導くという仕事があります研究がありますこれも大きな研究ですうん、うん、でここにも AI は導入したことっていうか今しつつあります、はい、でなんでしつつと言ってるかというと実はまだ人間の方が勝ちです 人間の方が勝っているえそうです AI が、えー、をすあの導入しても人間が、まあ、何十年もかけて作った方法論にはまだ勝ってないです、うん、だからここにはまだ AI が完全には浸透してないというか浸透させようという研究をやって<あ>あ、まあ、導入しようという研究をやってます、はいはい、だからここまで人間が勝っていると、うんで。もう一方、えー、と電子や 光のエネルギーを測るっていうことに関してはもうすでに AI のほが上に上にあるとまあ僕は思ってます。もちろんその昔ながらの方法もあるんですけど AI もまあ非常に賢いということになってます。でこういったその研究のステップステップの中でやはりこう機械学習あるいは深層学習っていうまあ技術をこう日々どうやって導入してよりあの今まであのどうかあのできなかったことをやろうというのが まあ研究の中で行われています。こういったことをまあ AI を使ってあの AI で使っています、はいうん。なるほど。この点々で観測されたものを曲線でつなぐっていうことはあの人間の方がやっぱりまだまだ一日の長があります,、うん、すというか、ね、AI よりもまだ勝っているのでそこを AI にどうやらせるかっていう研究も進んでいんですます。はいで。一方でそのエネルギーを測るというところに関してはもう AI の方が えっと、結構主流となって、えっと、できちゃう部分ではあるので、うん、えそこにも AI を活用させようっていう波が起きているそうです。だからもう研,究のもう研究が1個あったら多分あの1個の研究を1人で何,何人かのグループでやるのでそのうちの何人かは AI 使おうと思うわけですね、うん、だから必ず AI, AI あるいは機械学習あるいはディあの深層学習そういった技術を使ってどうにかしようっていうあの考える人は 必ずいますで、えー、そういった研究が進んでいるということになります。はい、そうなってくると、これは再構成、あの点々をそのエネルギーを測ったり、うん、えとどこを通ってきたかというのを調べたりという再構成の部分で AI の波が押し寄せているというところだったんですけれど、他にも AI の波が押し寄せている部分というのがあるんでしょうか。そうですね、えーとまああの我々のデータあの実際にはこの 実この絵では実はデータの流れを左から右へ書いてます。はいはい、で検識のデータが一番左にあって再構成はファーストステップです。でここから、えーとまああの 運動量やエネルギーの大きさが分かって、はい、そこからその次はその塊の種類を決めるわけですねこれはあの電子なのかとかこれは光なのかとかこれはいわゆるパイオンなのかとかそういうあの粒子の識別をやらなきゃいけないんでそ,ういうそこの識別にも AI が使われてます、うん、でさらにその識別が終わってじゃあここにヒックスがあるのかとかそういった研究はまあデータ解析と言われるんですねこれがヒックスなのかそれともヒックスじゃないのかっていうのも AI が使われる。研究の至るところで AI は導入されているということになります、はいはい。で、それが我々のまあ現場で使っている AI の王道的な研究になります。うんはい、ありがとうございます。はいえー、では最後にビヨンド AI における田中先生の研究ということについてお聞きしたいんですけど、はい、どのような研究をされているか教えていただけますでしょうか。はいはい、で、えっ、ー、と今言ったこの王道の研究っていうのもも,もちろんこの、はい、あのビヨンド AI さんの中でえっ、ー、とやら,やらせていただき。 っていますで一方でもう少しこうこう大きく見てあの将来を見据えた研究としてはこれこうデータがつながっててそれぞれに AI があるわけですよね。はい、なんかい全部やってくれないっていう <laughs> 今までそれぞれの場所で分業してやってたのをなんか全部やってくれる AI ないかなっていうそうすると、まあ、あの研究者いら,いらないんじゃないかっていうことになっちゃうかもしれないですけど <laughs> だから極端な例を言えば極端なことを言えば あの検索のデータを入って渡してヒックス見つけてくれて論文も書いてくれたら <laughs> すごい偉いですよね <laughs> <laughs> す。すごい偉いです、ね <laughs> はい。ちょっと、はい、あの<夢>ちょっと人間どうするんだろうと思いますけど。そういうあの流れもあると思うんで、そういったふうにこう全体をこう統括したような、うん、そういう全体最適化っていうような研究も、えー、このビオンでやの中でやらせていただいています。うん、で、えっ、ー、と実際にはあまあこうあの言うのは簡単なんだけど。 ななかなか、うん、あのどうやって実現していいのかっていうのはなかなか難しいところなので、まあ、これはあの若いあの皆さんあのやってもらいあの将来あのもっと賢い方法を見つけてあの改善してい,いっていただきたいんですけど私のところでも、まあ、その一部こう機械学習を接続して あの全体を最適化する、そういった研究をこれまでやってきました。はい、で、さらに、まあ、その流れというか、その、の将来として、少しここに書いてますけど、この微分可能なプログラムというか、プログラミングというのも、最近ちょっと。流行っているんですね。はい、で、これは何かというと、まあ、機械学習というのは、実は微分可能な、あの。あの。プログラムなんですよ。微分,可能微分。微分。微分を使って、あの最小値問題を解いているか、最適化するときに微分してるんですよね。 そうすることによって一番あのあの、ね、最小値を出しているというか最適化して最適化ですか。あり時刻の中心はどこかみたいな、はい、ところを調べるときに微分っていう方向をやると、はい、坂道の傾きが分かるから、はい、あこっちが下だないう。だから早くいけるわけですね、うん、全部こう調べなくていいからそういうのも微分っていうそう,そういう技術を使って機械学習っていうのはあのあの学習してるんですけどそれと同じ手法を 機械学習のないところでも使おうというような流れがあるんですね。で、そういう意味でリファレンシャル。微分可能なプログラミングというのが流行,流行りつつあると。思い、思ってます。で。はい、そういうことで、そういったテクノロジーを導入することによって。全体を接続するとか。そういった、まあ、将来があるのかなっていうことを、まあ、ぼんやりとですが、や,やってみたいなと考えています。はい。ありがとうございます。今回の四度エーアイ研究推進機構、サイエンスカフェ。 どうやって素粒子を作ってみるかというタイトルのテーマいかかがだったでしょうか田中先生から素粒子というすごく小さな世界を非常に大きなスケールで実験しているという話を伺ってさらに今素粒子の研究がどのようになっているか AI を使ってどのように発展させていこうかという話も伺いました非常に私自身も素粒子の世界をあの少しは理解できたかなというふうな実感を持ちました最後にですね 田中先生にこの番組を見ていらっしゃる中学生高校生あるいは大学生社会人の方に向けて何か一言いただけたらなと思います素粒子の実験では、まあ、今日説明したようにやはりこう最新の技術とあるいは最新の研究というのをやっているんですけどこれはえっと実は一人で やってるわけじゃないこところが分かってくれたと思います。うん、で、実際こう一人でできるかというと、多分このスケール感の。一人でするってことはできないと思うんですよね。だから。こう世界の研究者がわいわいと集まって。それぞれの得意分野の、まあ、知識や技術を集めて、ようやくできるものと思います。はい、で、こういったのが、えっと、素粒子研究です。はい、で、ぜひとも、この若い皆さんに、まあ、今日の話を聞いて。 一人でもこう、ああ、それをして面白い、それをしての研究が面白いんだなと思ってくれたら、<laughs> まあ非常に嬉しく思います。でぜひともこう、もちろんその若い皆さんにはまあこうたくさんたくさんの選択肢があると思うんですけど、はい、あれ、俺、それをしやってみたいん、ね、私、それをしやってみたいんだと思ったら、<laughs> まあぜひともこ,うこの,あのところにあの飛び込んであの、研究していただければと、そう思います。はい、以上にになりりまますすありがとうございますではこれにて 本日のサイエンスカフェ、おしまいにしたいと思います。田中先生、本当にありがとうございました。ビヨンド AI 研究推進機構では、今後もサイエンスカフェを続けていきますので、次のお話も楽しみにしていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。